こいつらが一番初めに仲間になるんだっけ。そうですね、まあザオリクとかあるからね、ザオリクとか。まあ、あの、なんだっけ、神父だからザオリクとか使えるんじゃないかなって。まあ、あの、反り出すとキリがないよね。だって、あの、うん、まあ、うん、死んだ人が蘇るっていう時点でなんかおかしいと思うけど、うん、確かおかしい。教会の運営資金らしいです。うん、だから寄付だね。眠らないで、眠らないで。それって一般人でザオリク使える人が次々消えていきそう。水みたいに金がないと罵声浴びせられないだけマシ。そうだね。その辺は大の大冒険と同じルールじゃないかな。あ、多分ね。あったあった、あの罵声浴びせられあったあった。ウィザードリーでは実はぼったくりだった話とかありそう。わら。いや、ゲームによったらさ、なんだっけ、有金の半分渡せってのもあるよ。ファミコンの RPG で、あの、蘇らせるためには、有金の半分よこせっていうのもあるよ。ビジネス成り立つな。王林さんは状態異常耐性ガバだからきついですね。そうだね。そういう設定だったのですね。ロトの紋章しか見てないからわからなかったです。あー、なるほど。ファミコン、あのだっけ、あのドラクエの、あのなんだっけ、メガテンのカロンさんとか。ウィザードリーは消滅の危機も可能性であるからな。あー、消滅の危機っていうと、確か私の記憶が確かだと、なんだっけ、あれもそうじゃん、あのなんだっけ、女神転生、女神転生とかも確か、なんだっけ、あの消失の危機があったんだよ、女神転生も。仲間を確か蘇生させると、失敗すると確か、あのなんか亡くなっちゃうとかあった気がするな、女神転生の、あのファミコンの女神転生。なんかそれでなんかすごい、まあ、リアルの中世の教会は橋を通るぜとか、表通りに出店するぜとか取ってたぐらいで逃げ場だし、だ、逆に金ない状況で所持金の半分で済むなら安そう。確かに。リカームドラかな。1作目ですか。いや、あれ、1作目もそうだ、2作目で俺それでなんか仲間が消えて地獄を味わった記憶があるから、あの、あ、ないね、宝箱ないね、ごめんなさい、宝箱ありませんでした。じゃあ倒しに行きます。ボス倒しに行きましょうね。じゃあ宿屋で回復して、ボス戦やりたいと思います。あ、違う違う違う、思い出した、これ確か絶滅、全滅扱いになるから、あれだ、あらかじめなんだっけ、あのアイテム、あのなんだっけ、五章に持ち越すアイテム買っとかダメなんだ、確か。いや、間違ってたら教えて。確かね、私の記憶だと、あのなんだっけ、あのとあるほら、あのバルザク戦った後にとある敵と戦う、あ、よかったよかった、ですよね、確か。なので、あ、毒針ですね、毒針買っておきましょう、あのマーニャム君。負けイベントだったな、キングレオ。いや、負けイベント確かお金が半分にならずなんだよ。負けイベントプラスお金がね、確か半分になんだよ、お金が。なので、売却できるやつだね、買っておきましょう。はい、じゃあボス戦行きたいと思います。早いね。早いね。イベント戦で普通にお金も取られるのか、シビアだな。負けイベなのにお金取るのなかなか鬼畜で、ここの大臣は、ものすごい臆病なんでね、あのでかい音を鳴らせば驚いてね、あの逃げるんで、明らかにほら明らかになんか怪しい場所があるんでね、ここで、火薬壺を使いたいと思います。これですね、火薬壺。火薬壺はしけってるけど、音だけは出ますね。あのしけって、音だけは出ますね。あ、逃げてく逃げてく。時代劇の悪役かよ。あ、あそこですね。今
今逃げてた場所を見つけましたね。まあこの頃はほぼレベル上げですからね。爆竹か何かですかね。壁にボタンがあるとか、ガバをさ、あ、来た、バルザックですね。大臣、後ろを。そう、エドガンさんは偶然進化の方っていうのを見つけたんで、それを闇に葬ろうとしたんで、バルザックはね、奪ったって話で、こいつはその進化のを使った感じですね。すいません、進化してる割には裸なんだけど。ごめん、突っ込んじゃいけないのかな。進化してる割には素っ裸なんだけど。うわ、ギラ痛い、ギラが痛い。これで、バルザックは、ま、あれですね、魔法が使えませんね。わらわら、3のウルテガかな。ほんとだよ、すっぱだかじゃねえかよ。サイズの合う服がなかったんですよ、わらわら。なるほど。進化したら似合う服なくなっちゃったかな。破れたんですよ、超大型化したから。いや、全身タイツ的な高機能な。これ地味に火の玉が痛いな。オーリン守備力ないからダメージ食らいすぎだよ、本当に。オーリンダメージ食らいすぎじゃない、本当に。はい、倒せました。キングレオですね。このお城の名前通りキングレオです、ね、勝つぞ、絶対勝ってやる、ね、勝ってやるぜ。1 やったぜ。78ベギラマ、勝てるわけがない。まあ科学者に近いし、こんなの勝てるわけがない。俺は勝つぞ、俺は勝つぞ。こんなの勝てるわけがない。でもね、レベル上げれば勝てるらしいよ。レベルをね、めっちゃ上がればね、勝てるらしいよ。か、勝てるわけない。で、逃げろって話。負けイベントなのか、なんということでしょう。勝っても負けたとして扱われる。そう、勝ってもダメなんだよ。勝っても負けた扱いになるから結局意味がないっていう話です。で、今乗船券手に入れたんで逃げ出すってことですね。この国からね、逃げまでたんだ。脱獄だよですね。どれだけ上げれば勝てるのやら。40ぐらい上げたら勝てなかった。44。でこれ戻ると、あの T さんが本当の王様だったか。これ戻るとね、負けないと進めないグスン。え、ハプ無限に設定されてたのはプレステ版なのかな。勝てますが、進行は戦闘終了のフラグで進む設定です ね。オーリンここで死んじゃったと思った人はいっぱいいるんじゃないかな。ね、オーリンここで死んじゃうのって感じですね。第5章で、お楽しみに。覚えてたら第5章でご覧にさ、できますんでね。ね、まあどう見てもオーリン亡くなったのしか見えないんだけどね。じゃ逃げ出すぜ、こんな国からおさらばだ。で、逃げるんだよ。話しかけるのかな。で、行き先はエンドールですね。まさに首都ですね、エンドールは。きっといいこと。いいことってカジノかな。いいことってカジノかな。あいつがいたら鍵いらなかったのにって思ってました。確かに。いいことってカジノかな。目的地はカジノですね。本当だよ。ね、こうピピンってこれキーワードだからね。ね、ピピンって5に出てきたよね、ピピンって。なんか関係あるのかな。それともただ使っただけなのかな。
え、姉ちゃんか。トルネコのお店行くってこと？キングレオの王様を殺そうとして、いや誰なんだ、誰なんだでしょうね。はい、これで第4章が終わりになります。さあ最終章ですね。第5章になります。最終章ですよ皆さん。ちょっとずれてるかな、これ。マジか。今のうち画面の調整しますね。誰なんやろな、すっとぼけ。今ちょっと画面の調整をしたいと思います。たまにずれてたりするんでね。さ、やっとね、これで第5章が始まります。長らくお待たせいたしました。本当に約6時間ぐらいかかってしまいました、ね、申し訳ない。そうか、6章はリメイク版からか。あ、そうですよ。そう、6章はリメイク、プレステ版からですね。悲しい音楽ですね。挑戦権が何かの権だと地元の友達と話していた昔が恥ずかしい。あー、そっか、ひらがなだからね、わかんないよね。挑戦権って書くとね、わかりやすいけどね。はい、来ました、導かれし者たち。で、お弁当をまずお父さんにね、これが一応ヒロインか、シンシア。フラグだよ。これさ、フラグしか言ってねえんだけど、この村人。この村人は全部フラグしか言ってないからね。あー、これからはクリフトがおバカになるんか、わら。で、ここで、あれですね、ライディン、なんとね、お、ライディン教えてくれるんだ。ね、よし、修行は後からだって、これ完全フラグだよね。これが多分あいつなんでしょ、これが。これがプレステ版では変わってましたよね。幼なじみとイチャイチャしてたな、そういや。ね、これがプレステ版では、ちゃんとね、キャラクターに変わってました。Pちゃん。何、本当の親ではないだって感じ。ピサロちゃんと来てたんだよな、リメイクだと。そうだよ、そう。ドヒャーですね、ドヒャー。なんて悲しい話なんだ、ね、え、確か薬草があった気がしたね。奥か、奥か、ありましたね。なんてことだ。村がですね。でここに確かアイテムが、こっちか。あ、この羽星は一体誰の羽星なんだ。モシャス使えるならレベル高いんだろうな。高いだろうね。ここで最大の疑問、モシャス使えるほどの大魔法使いがそんな簡単にボコられるかな。いや、数にやられたんじゃない。数、怪獣さん、たくさんの数に。で、ここに謎の家ですね。ね、謎の家と奥に謎の墓がありますね。一体あの墓は一体誰の墓なんだって感じですね。で、ここで、
ピサロいたし、多勢に無勢でデスピサロもいたし。優しいですね。あのちゃんとさ、あのね、あの主人公で今の格好では旅ができねえから、あのなんだっけ、あのなんかね、アイテムくれてやらっつってね、優しいですね。50ゴールド薬草革の鎧ですね。優しいですね。これで銅の鎧、革の鎧、あとここでやられておくことで勇者の成長の猶予を確保したのかと思う。あで、まずはここですね。いきなりかよ。これ今日はそろそろ落ちます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんとか倒せるか。ダメージ1なんで。テーマですね。かなかな硬い勇者。あの川の鎧と川の帽子飛びしてますからね。この辺の敵だったらダメージ1か2ぐらいで済みますから、ね、ある意味この合流までが鬼門だったりしますね。そう、あの仲間と合流しちゃえばね結構楽なんだけど、その合流するまでがね結構大変なんですね。ここで、あれだね、あのさっき手に入れた、誰かの、思い出を、売っちゃいますね。ね、はい、非人道的なプレイじゃないですよ、ね、あの序盤はお金が足りないんですって言われてる。なんでって言ってる。何言ってるんですか。あの最初のお風呂行ってきます、はい。この時代のゲームよく知らないんですけど、ウィの完成度かなり高くないですか？今さら、え？何がえって言ってね、あのここであのあれでしょ、あのこれを売って袋ないし、そう袋がないんだよ。袋がえ？なんでみんなえってみんな何をえって言ってるの？でここでかあの装備を整えてね、あのエンドールに向かいたいと思います。なんでみんな袋がないの？袋がないから。当面の資金は大事。そう。今リスナーの心が一つに笑。本当だよ。わかるよ、気持ちわかるよ、みんなの気持ちは。でもね、あの生放送はね、あの時間が決まってるからね。最後まで持ち歩いてました。私も基本プレイはね、あの持ち歩いてましたね。預かり所に、なんだっけ、あの預けておきましたね。あ、ドッケしそうですね。ファミコン版は確か早期にベホミを覚えた。天空三部作ってキャラたちろくな目に合ってないよな。あーまあ、ただほら最終的にどうなったかって考えるとまだいいんじゃないかな、最終的に。でもさ、悲しいのはさ、最終的にさ三部作でさ2作品はさ王族になったじゃん。もう1作はさ、あの王族どころかさ、あの荒野の村に戻っただけっていう終わり方は かわいそうじゃない。ねえ、あの2つは王族になったじゃん。王族に戻ったが正しい、王族に。毒きついな、ほんとに。あれ、こちなみにここを通るとまれに、コイン100枚もらえるんです。コイン100枚、あのここを通ってるとまれに100枚コインがもらえるっていうのがあった。あ、1回だけもらったことある。1回だけ、あのいきなりなんか画面が止まって。しかも今回のプレイ、昨日の宣言を聞く感じだと天空の兜かなり後回しらしいし。あ、そうですよ、天空の兜はあの後回ししますね。あの住人パーティーをやるためにね。来ましたね。
はい、じゃあまず最初の仲間を、最初の仲間を手に入れる前にこっちで進みます。ここに、隠しの、アイテムありますので、ね、まあ、それを取りましょう。命の木の実ですね。早速使わせちゃいましょう。お、最大HP6 上がりましたね。6が最大かな。カジノ荒稼ぎはやるんですか。ファミコン版は裏技たくさんあって驚いた。そうだね。もうやってよ、ハイチュウさん。もうカジノのコインがとんでもないことになってますよ。アリーナの拠点だったな、ここ。7つの光が見えます。導かれ大きな光。もしあなた勇者様って感じですね。片身は売るくらいだから。そうだね。で、姉のマーニャをね、いましたね。いましたね。遊んでる人がいました。この人に養ってもらいましょうってすごいセリフだよ、ね、これ。すった姉ちゃん探しに行かなきゃ。本当だよ。さこっからカジノの方がいい部分入手できるようになったのもこれからでしたっけ。言い方わら。ダメアネ設定。いきますよ。どんどん交換します。まずはぐれメタルの盾を、ミネアとマーニャ持たせましょう、ね、あ、まずアイテム売ってこないとダメか。ねえ、すげえの。養われたい。あ、やっぱアイテム持ちきれねえか。そう、アイテムをね、持ちきれないんで、ね、ちょっといらないものを全部売っちゃいます。よな。この裏技を発見した人は一体どういう状況なんだろうね。本当に。主人公の動物に持っちゃおうか。全員星フルーデはで超速パーティーに。そうだそうだ。もうすごいスピードで進んでいきますよ。でモーニングスターも打っちゃいます。コインは共通資金なんですね。そう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 。ここのお店そんなに現金保有してるのかな。主人公は後ろがちょっとついていくだけなんでね、これで十分です。ネットとかない環境なのに当時のユーザーの相当数が知っていた裏技ってある意味すごいですよね。すごいよね、本当に。昔の本当に情報網っていうのはすごいと思いますよ。ちなみに微笑みの杖とモーニングスターは同じ攻撃力なのかな。だから基本的にモーニングスターを打ってなんだっけ、微笑みの杖を装備した方がね、安上がりになりますね。国営企業なんですよ多分、武器屋。なるほど。覇者の剣取る猫からもらうまで役立たずやしな、わら。これ乗船券とか消えてよかったんじゃねえのかな。なんで乗船券とかに残っちゃってんだ。装備のコマンドがないのか。ちなみにはぐれメタルの盾は売れないのかな。上
挑戦権の裏側に何かメモでもしたかな。なるほど。消すプログラム入れる方が容量食うんぜ。で、これマーニャに渡して、で、ほほえみの杖もミネアに渡して、でマーニャに渡して、で、祈りの指輪もマーニャ。イベントアイテムの消失フラグ管理は難しいと思いますね。確かにね。ここミネアに渡して、で、残りは全部星ウルドなんですね。多分ね、4はね、逃げる8回と、これがあるから、多分結構小学生。開幕なり金勇者プレイか。そう。だから、これがあるから、なんだっけ、結構4はクリアができた人が多いんじゃないのかな、4は。杖、鉄の鎧。来た、はぐれメタル、すごいね。で、マーニャ。微笑み、毛皮、はぐれ。じゃあまずは、アイテムをちょっと回収しに行ってきます。アイテムを回収しつつ、主人公のね、レベルを上げたいと思います。さすがにこのレベルでね、このレベルでね、行くにはね、ちょっとね、問題だからね。最高尾なんですね。勇者はね、はぐれメタルの盾が装備できないんですよ。なので前の2人はもう守備力100超えてるんで、しばらくはほとんどダメージ食らえません。しばらくは。確かに4矢印、3矢印、1矢印にクリアできずでした。そう。で、3はほら、3は防御キャンセル、防御キャンセルができ知れ渡ってからは結構クリア報告が増えましたよね。3も防御キャンセルやらないとさ、とんでもなく難易度高いからね、3も。ハブメタ装備軽装扱いだからな。で、ここは覚えてるかな？3章で、トルネコのアイテムを残しておいたところから、アイテムを回収していきたいと思います。確かはぐれメタルの剣と鉄の鎧があるのかな。なのでこれで、鋼の剣、が鉄の槍とか回収でしたっけ。そうそうそう。で、鋼の剣はそのままね、勇者に装備する感じですね。主人公のレベルは5か6あれば大丈夫かな。5か6あれば。ここトルネコで取らないってなかなかに意地悪。宝箱を3括で取り尽くすと苦労するなんて気がつかないよ、ホリーさん。ああ、そういうやり方もありなのか。自由度あるんだな。これやるとほら、鋼の剣とか買わなくていいんで、すごい楽なんですよね。で、ほら、移動してる間にレベルが上がるでしょ。レベルが上がるからすぐに、なんだっけあれ、ボスね、次のボスを倒しに行けますんで、おすすめですね、このやり方。戦闘メンバーおしまいにすると通常戦闘 BGM しまいようになるのか。そう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 。